2023年1月22日から2月4日。注目 PC ゲーム。ピックアップ。最初は、フォースフォークン。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年1月25日。定価、9680円。ジャンル、アクション RPG、日本語対応。謎の現象に巻き込まれ、美しくも残酷な、異世界に飛ばされてしまった、ニューヨーカーの女性が、元の世界へ帰る方法を探して、旅をする、オープンワールドの、アクション RPG。ファイナルファンタジー15の、開発スタッフを中心に発足した、ルミナスプロダクションズによる、新作。現代人が異世界でチート発動。ラノベによくある話ですが、まさか、スクエニがやるとは。2作品目。魔法剣士。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年1月25日、定価、未定、ジャンル、ストラテジー、日本語対応。天空の島々を舞台に、侍明治と悪魔の戦いを描く、探索とデッキ構築を組み合わせた、ストラテジー。4つの侍家から1つを選択し、天空の島々を探索して、悪魔と戦い、村を救え。侍の姿をした魔法剣士という、不思議な設定と、多彩な戦闘アニメーションが、いいですね。地形や環境も考慮して、デッキを構築する必要があり、なかなかやりごたえがありそうです。3作品目。ボーランダー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年1月25日、定価、基本プレイ無料、ジャンル、対戦型アクション、日本語対応。中世ファンタジーの世界を舞台とする、最大100人で、チームに分かれて戦う、3人称視点の、対戦型アクション。クラスに合った役割をこなしつつ、自分の城を守り、敵軍の城を落とせ。2021年発売のニーアレプリカントバージョン 1.22 の開発にも携わるスタジオの新作。海外ゲームのように見えますが、東京にあるスタジオの国産ゲームとなります。4作品目。ショルダーズ・オブ・ジャイアンズ。プラットフォーム、エピック・ゲームズ・ストア、発売日、2023年1月26日、定価、2080円、ジャンル、アクション、日本語未対応。剣を振るロボットと、銃をぶっ放す宇宙カエルを、同時に操作する、SF ローグライトアクション。探索、成長、強化を重ねつつ、迫り来る敵の波を切り抜け、銀河系を救う、使命を果たせ。ゲーム性は、ディスク・オブ・レイン2に、近い感じの作品と思われます。シングルプレイと、4人協力プレイの他に、ロボットとカエルに、分かれて操作する、2人協力プレイもあるようです。
5作品目。デッドスペース。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年1月28日、定価、8700円、ジャンル、サバイバルホラー、日本語対応。宇宙船を舞台に、恐ろしい惨劇から生き抜く、SF サバイバルホラー。船の修理に訪れた主人公が、船内で働く元カノの消息を追いつつ、迫り来る恐怖や、自身の正気との戦いに、直面する。2008年発売の、デッドスペースを、一から作り直した、リメイク版。予約購入特典の、デッドスペース2が、日本は対象外でしたが、おまくにが解消され、日本も対象に変わりました。6作品目。アリスエスケープと。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年1月28日、定価、2480円、ジャンル、アクションアドベンチャー、日本語対応。不思議の国のアリスをモチーフとした、キャラたちが登場する、2D 探索アクションアドベンチャー。魔法の世界に迷い込んだ、二人の少女を切り替えながら、元の世界に帰る方法を探し、彷徨う。デフォルメされた、可愛いキャラたちや、スタイリッシュなアクションが、いいですね。物語が分岐する、マルチエンディングとなっており、その先に、さらに秘密がありそうです。7作品目。イングリナディ。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年2月1日、早期アクセス、定価、未定、ジャンル、ストラテジー、日本語対応。インクで描かれた、中世の写本の世界を舞台とする、サイドビューの、ストラテジー。魔法のインクのマスターとなって、写本に、ユニークな動物たちを描いて、召喚し、戦略的に、戦おう。動物を描くだけではなく、障害物を描いたり、自らの拳で直接攻撃したりも、できるようです。お尻でトランペットを吹く場など、下品な要素もあるので、ご注意ください。8作品目。シーズン、アレタートゥーラジェンジャー。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年2月1日、定価、未定、ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。季節の終わりが、歴史の終わりと直結する世界を舞台に、自転車で旅をする、ロードトリップアドベンチャー。季節の終わりの大災害が近づく中、自転車で世界を旅し、人々と出会い、記録を残そう。2020年発売のバトロワ・ダーウィンプロジェクトの開発元の新作。まだ何か起こっているわけではないが、なんとなく終わりに向けてみんな動いているような雰囲気がいいですね。
旧作品名。テイルズ・ザ・バックボーン・プレイヤーズ。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年2月2日、定価、未定、ジャンル、アドベンチャー、日本語未対応。動物が擬人化された、ディストピアなバンクーバーを舞台とする、マルチエンドの、ボスとノワールナラティブアドベンチャー。4人のキャラクターを導いて、人生の形成期を、体験しよう。2021年発売の、探偵アドベンチャー、バックボーンの、前日譚を描く、新作。前作の主人公も、操作キャラの一人として登場。前作と今作は、どちらからプレイしても問題ないようです。最後は、デリバースムアズル。プラットフォーム、スチーム、発売日、2023年2月3日、定価、3090円、ジャンル、アドベンチャー、日本語対応。過酷な環境の、火星を舞台とする、三人称視点の、SF アドベンチャー。謎の組織に盗まれた、コロニー船を取り戻し、人類の存続をかけた戦いに臨む、最後のミッションに、挑戦する。2019年発売の、月が舞台の SF アドベンチャー、デリバース・ザ・ムーンの、10年後を描く、続編。前作も過酷でしたが、今作は、アクション性が増して、さらに過酷になっていそうですね。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか？ご意見、ご感想をいただけると励みになります。また、気に入っていただけましたら、登録をお願いします。それでは、